はい、どうも皆さん、こんばんは、レトゲツシンです。PC エンジン版弁慶ガイデンプレイしていきましょう。前回ホーガンさんがやられてしまいまして、3人パーティーになってここにぶっ込まれたというとこからスタートしたいと思います。いよいよもう本当にラストに近いところまで来てるのかなという気はしてます。弁慶33、さやか27、キジャクが33。また敵いっぱい出るのかな俺。お、武器ですね、弁慶武器ですね俺。おお、ごっそり強くなりますね。おお、義経様、よくぞよくぞ、お懐かしゅうございます。うう、弁慶しばらくだった。さやかどもようやってくれた。義経、心から礼を言う。何を水臭いことを。義経様、この方が鬼尺殿じゃ。鬼尺立派になった苦労をかけたな、私がその土地。ああ、そうなんすか。静か御前が母なの。まず装備チェックですね。ああ、装備できないんだって、なんも。レベル極極み。多分ね、並び方ね、まずい気がする。こうかな。義経の強さが分かんないんだよね。 HP には50はいいんだけどさ。義経戦闘かもしんないな、俺だったらな。義経の防御力は180。弁慶は弁慶の硬いか。じゃあ弁慶戦闘だな。もう向かっていいんだよね。あれ、入れないね。あれ、ここ鎌倉じゃなかったっけ。あ、え、陸前じゃんこれ。鎌倉変えないといけないね。雑魚敵出なくなったんだね。あら、まあワープもできるけど、あれってか、近いったら日立の方に出て、そこから鎌倉行きますね。初期の村っすね。ここだけ入れるんだよねきっとね。回復あったよね。うん、もう最後突入するしかないですもんね、この状況だとね。あ、これで敵出るんだね。
吉野何使えんの、回復と蘇生か。違うな、ね、ここじゃなくてね、これか。あーボスですね、ムー三体ボスか。大体それぐらいの火力ってことね。攻撃散らすんだよな。あお前早い早い早い。うん、2回攻撃なの。ね、回復しなきゃまずいねこれね。ああでも倒せる、そんなえぐい HP ではないってことですねこれね。あ着替え点だったなこれな、250の HP ね。30だからな回復量な。うん、ナイス。お、もう閉められた。この死に損ないどもがよくここまで来たものよ。兄上。おお義経、亡者になってまで天下が欲しいか。欲の深いことよ。弁慶、あの頼朝め弁慶に術をかけたな。どうせ単体攻撃しかないんだろう、これ。言ってよ、これ。
豪商かけないとダメージ取んないのか。どうすかな。いや豪商見ねえし、これだと豪商使えないな。豪商なしだな、これ。うん、着替え何分くらってる。着替えてんだね。危ねえ、気弱来たかと思ったぜ。あれ MP 完全回復するのなんだっけ。土の霊薬だっけ。ちょっとごめんなさいね、調べてみよう。忘れちゃった。火の霊薬だ、ないわ。土しかない。土は味方全員の体力を完全回復だから、まあ使いどころはあるだろうけど今じゃねえ。弁慶帰ってきたね。ここで陸道の飛躍を弁慶で、並び替えして、こうっすね。あ、こうやったらサイカ前に行くんだ。人質に取られてますよ。もう土の霊薬使って回復しましょうか。MP がちょっと不安だね、これね。次、頼朝。MP 温存だね、これね。無駄できないね。そんな強くないという記憶がなんとなくあるんで。まず一発殴って、向こうの火力を見てみましょう。もう大丈夫ない。呪文系やってくるのかね。うん、大したことないね。もう回復するし、義経と気弱で回復するか。まだ早いんだよな。
まあ弱いねやっぱりね。兄よ、なぜこのようなことに。義経、信じてくれ。わしはこのようなことを望んでいなかった。なんと仰せられる兄上。気をつけろ。わしは釣っていたものがまだここに。何？そうだ。源の頼朝に取り付き、この国を魔界の加念とする望む者は、我なり。清盛入道、平相国さんなんですか？かっけえ。これがいよいよラスボスですね。ほんとね。魔法封じをね、毎回やるとね、楽だった記憶があるんですよね。義経でやるか。これなんだ、知らない呪文だ。封じないね。こいつか最悪か。あ、そうなのか。最近遅いからな。違うね、封じが義経ね、ないんだね。じゃあもうこれ一択っすね。違うな、封じ意味ないな。こっちの方が行動遅かったら意味ないもんな。一旦しか効かないんで。ダメージ取りましたね。これだ。これがエグいんだね。立て直しに使いましょう。違うね、こうか。ちょっと怖いけどね。回復、気外転を別室でしょ。気弱は封じ。これが気外転を抑えか。ねえ、
いや遅いもんな行動が。意味ねえもんな、スマホ封じてれ、封じれてないもんな。回復タンスね、これね。気概を気弱、気弱で気弱封じだね。気概を強化自身だ。いや、封じ、意味ねっけよ、これだったら。素早さで負けてっから全然先手取れないもんな。また回復ターンすね、これ。弁慶だけ殴って、義経は気弱を、違うね、弁慶だね。気弱は気弱を、さやかも自分ですね。弁慶、義経、でもさやかは MP1 なんで使い道がないっすね。ほんときましょう。まあ土の霊薬がまだあるんで、困ったときはこれ使えばいいか。
これで回復しよう。義経で弁慶回復ですね。同じ義経で義経回復。回復はいいな、これな。あ、倒せた。魔法封じを意識しなくてもまあいけたってことですね。まだわかんないですけど、この私が敗れるとは。しかしこれで勝ったと思うね。魔界は永遠に滅びることはない。人間たちが殺し合う光景が再び、要は戦国の時を迎えるのだ。お、誰かいる。ラファエルと気弱度でやりましたな。おお、ひどい傷。さあ手を手を。よく最後最後まで生き残りましたね。さやか、気弱、私たちやったのね。だが気弱、これで終わりではない。これからが始まりなのだ。さあ気弱帰ろう。エンディングですね。壇ノ浦、thank you.
キジャクラの長い苦しい戦いが終わり、闇は払われた。だが時代はこれから戦乱の世を迎える。そんな敵PC エンジンのヒューカードにしては、のゲームにしては、もう本格的な RPG だと思います。もう、少ないんで。CG ロムロムの方はね、RPG とかアクション RPG 結構な数あるんですけども、本当に正統派ですよね、このゲームはね。まあ、このゲームは本当にエンカウント率が異常な高さで、やがて貴族たちはそれぞれを待つ道へと帰っていったと、ね、私律儀に最初のうち全部戦ってたんで、レベルが上がりすぎたんだろうなと。サブロは石のサブロの名を捨て、おことや仲間として待つ霞の鳥へと戻り、義族として人の世を正義を貫いた。さやかはセラたちに迎えられてデワさんに戻った。さやかがそれまで望んだかについては誰も知るところではなかった。弁慶と義経はこの戦いで命を落とした者の魂を弔うため、その名を隠し伝説の中へと消えた。その後義経らの足跡を語るさまざまな伝承は今も記されている。そして貴雀は臨床寺にしばらく身を置いた後、寺の者たちに別れを告げると、いずこともなく旅立ったと。宿命が一つ、ここに幕を閉じた。平成元年なんですね。サンソフト。かん。いやー、終わりましたね。はい、というわけでして、PC エンジン版、ヒューカード版ですね。ヒューカード版って言っても他出てないんですけども、弁慶外伝、クリアしました。あ、まだあるの？
本日の配信はこの辺りで終了したいと思います。まあ、見ながら終わりましょう。宮沢りえ、どうせダメですかね。まあそりゃそうだよね。宮沢りえさんが出てるとは思えないって。スーパーファミコン版で弁慶がね、砂の書って、まあ、続編に当たるのかな、もう出てますので、もう持ってますんで、機会があったらそちらもプレイしていきたいなというふうには思ってます。本日の動画はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。